こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、グラムばかりについて、ご紹介したといいます。はかりのことですね。例えば指輪の、グラム測ったり、ネックレスの重さグラムですね。そういう、はかりのことでございます。まずちょっとご説明申し上げます。グラム測りって最近はね、こういう、ちょっとわかりました。これコンパクトになりましてですね、これ持ち運びも当然できる。そしてこういう、電池が入って全部デジタル式なんですよ。このスイッチをですね、ちょっといいですか。このスイッチをオンにすると、このように数字出てきます。で今こう00ってこれでここに上に乗せれば重さが出るわけで、これ今 2g で出ましたね。でもう一つ、これ例えばこれネックレスなんですけど、これ18系のホワイトなんですけど、これですとちょうど 1.8g って出ますよね。こう値札入れるとちょっと重さ変わっちゃうんで、値札をちょっとこう浮かして 1.9g ですね。そういう、こういうふうに測ります。昔はですね、こういう測りじゃなくてね、分動式って言いましてね、こういう小さい分動があって、それをこう天秤でこうやったんですよ。昔ですから、グラム以外にもんめ使った場合なんですよね。1もんめったら 3.75g。普通のあれですね、コーマルリングはだいたい1もんめ仕上げって昔よく言いましたけど、そういう、今でもね、結構使うことなんですよね。加工する場合なんか。例えば1もんめったら大体3.75 ぐらいだなって。で、2もんめったらその倍だから、月型コーマルにちょっとがっちりしたやつだったら、大体2もんめ近く使うなとか、そういう、今でもね、その、加工の業界では、そのもんめも結構健在なんですよ、実は。こういう測りはやっぱりね、今こういうデジタルにやっぱり変わりましたですけどね、時代とともにですね。いずれにしましても、こういう重さ測ったりするのは、私たちこう時計屋ではね、結構やることなんですよね。はい、どうかよろしくお願い申し上げます。